はい、ワンピースが大好きな神木です。今回はですね、もうポートガス D エースに見てほしい動画なんですよ、これ。もう本当にね、まあ見れるかわかんないんですけども、もし見れたならエースにこの動画を見てほしいです。そして、頂上戦争編までしかまだワンピース見てないよとかですね、ワンピースまあ途中しか見てないよっていう方にですね、ぜひですね、この動画見てほしいです。愛してくれてありがとうっていうですね、セリフ、有名なセリフがありますけど、今ここに来てですね、まあ、ジャンプの内容だったりビブルカードが出ていろんなことが分かったんですね。というのもどういうことかっていうと、エースっていうのは、まあ、ロジャー親をですね、ある意味恨んで最後亡くなっていってしまったような感じなんですけど、その親はですね、子供のことをすごく愛してたんだよっていうのがどん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 今判明してるんですね。それをですね、ちょっと今回はまとめて話していきたいと思います。本当にね、エース見てほしいです。前ちょっとこの制作に携わらせてもらったこのエースのフィギュアなんですけど、これもまあそういった思いがあって前作らせてもらってるんですよね。まあ、エースは知らないかもしれないけど、このお父さんのね、まあ、銃が入ってたり、お母さんの花がついてたりとか、杯とかね、パイナップルとか、地図とか手配書をちょっと盛り込まさせてもらってるんですけど、本当にエースはですね、すごく愛されて最後を迎えてるわけなんですよ。まあワンピースからですね、しばらく離れてしまっている方のためにあらかた説明しますと、エースはですね、愛してくれてありがとうって言って終わったんですけど、なぜあのセリフを吐いたかというのはですね、まあ、エースというのはお父さんがロジャーなんですね。海賊王ゴールディ・ロジャーということで、もうロジャーに関わった人はもうみんな大罪だと言われてるんですよね。なのでエースも、まあ、直接的な被害は受けてないものの、父がロジャーっていうそれだけで、まあ、迫害をですね、間接的に受けてきたわけなんですよね。で、自分はね、海賊を鬼と言われてる子供、鬼の子っていうことで、まあ、果たしてね、生まれてきてよかったのかなっていうのを、まあ、小さい頃から自問自答するわけなんですよ。その中でルフィとかね、サボと、まあ、ダダンと出会って心の拠り所とか、まあ、打ち解けていくんですよね。そして自分の海賊団を作って、白ひげっていうですね、大きな男に出会って、まあ、この人を海賊王にしたいという思いでですね、それまで生まれてきてよかったのかっていう気持ちはずっと奥底にあるものの、自分はね、もう白ひげを王にして、名を轟かせてやるんだみたいな感じで思うようになれてきたんですね。で、頂上戦争編で生まれてきてよかったかっていうのをずっと自問自答してた自分を、たくさんの仲間が助けに来てくれたと。で、その光景を見て、あ、自分がね、欲しかったのは名声じゃなかったんだと。生まれてきてよかったのか。その答えを知りたかったと。で、こんな鬼の子と呼ばれてる自分のことをね、愛してくれてありがとうっていうことで涙を流したんですよね。で、エースは、まあ、愛されて亡くなったっていうのを自分で自覚して最後を迎えたわけなんですけども、一方では、親のこと、まあ、特に父親の方ですよね。父親の方のことは、ある意味もこう、恨んだまま亡くなっていってると思うんですよね。だけどですね、エースに伝えたいのは、父ロジャーはですね、めちゃくちゃエースのことを愛してたんですよね。まずですね、エースの名前ですね、それは父親ロジャーがですね、決めた名前なんですよね。まあルージュが女の子ならアン、男の子ならエースっていうことを言ってますけど、あのセリフの前にですね、彼がそう決めてたのっていうセリフが一言入ってるんですね。つまりエースっていう名前をどうしても付けたかったのは父親ロジャーなんですよね。で、おでんの過去編で、まあロジャーの若い頃っていうのが出たんですけど、あの顔よく見てください。もうひげ取ってそばかすつけたら、もうエースあなたにそっくりなんですよ。で、エース自身も気づいてないかもしれないけど、もうここのね、丸い飾りとか、まあ、ベルトとか見てもらったら、もう父親のね、影響っていうか、まあ、好みがですね、うっすら投影されてるんですよね。もう知らず知らずのうちに父親の影響を受けてしまってるという一面がですね、最近また分かってきました。で、ロジャーがね、ラフテルを見つけた後に、俺たちはね、早すぎたんだと。でね、いつかワンピースを見つけるやつが現れるっていう、そのね、会話の時には、ワンピースを見つけるのは俺の息子だろうっていうことを言ってるんですよね。だからね、エースあなたにですね、かなり期待をしてたわけなんですよ。他の並み居る海賊の誰でもなく自分の子供エース、あなたがワンピースを見つけると、父親ロジャーはですね、ずっと期待してたわけなんですよね。そして極めつけは最近明かされた、ロジャーが持ってる刀の名前がエースだった。つまり自分が大切に大切に使ってきたこのエースっていう刀の名前を、自分の子供が生まれたら名付けようっていうことを決めてたんですよね。もうこれはもう愛でしかないんですよね。エースは本当に知らないまま亡くなっていったけども、ヤマトとエース、あなたたち2人がした会話の時に、そのおでんの公開日誌をね、見て、ヤマトはルフィの夢の果てとね、そのおでんの公開日誌に書いてある偉大な男は同じことを言ってるということで、すごい感銘を受けたんですけど、そこでエースが、へえ、偉大な男か、悪くねえな、そいつとルフィといつか一緒に飲みてえもんだって、ヤマトがあははは、話があっただろうねっていうことを言ってるんですよね。もうここでね、父親のことを父親と知らずに話が合う偉大な男っていうことで、自分の口からもう父親のことを話しちゃってるんですよ。もう本当にね、ロジャーとね、ルージュとね、エース一緒にね、暮らせてたらどれだけ幸せだっただろうかってね、ワンピースファンはね、すごく思ったものです。ロジャーはですね、エースのことをめちゃくちゃ愛してたっていうのをこの動画では伝えたかったです。
エース見てますかね。もしね、エースと連絡取れる方いたらもう見るようにちょっと伝えてほしいです。で、頂上戦争編でワンピースを読むのを終わってる方とか、そういう方にも実はね、あの愛してくれてありがとうっていう、もう今ね散々こすられてるあの名台詞にはもう奥行きがまだまだ実はあるんだよっていうことを伝えてください。はい、ということで今回は、まあ、エースとロジャーについての話をちょっと話してみました。ありがとうございました。そしてちょっとですね、お知らせがあります。こんなですね、私神木をですね愛してくれてる皆さんにお知らせがちょっとあるんですけども、最近着てるですねこの服とか、またいろんなものをですねちょっとまた販売したいと思います。今日7月13日夕方6時にはですね、そのネットショップがオープンしてますので、ぜひチェックしてほしいんですけども、まずこちらのポロシャツですよね。スーパー神木館で SKK リサーチャーということで、見ていただいている方をリサーチャー、まあ、研究員ですよねということで作りましたポロシャツですね。これ普通に着れるやつなんで、ぜひよろしくお願いします。また T シャツはですね、こちらですね、 SKK、まあ、スーパー神木館で最近よく僕は着てるやつですけど、こちらもあります。さらにはステッカーがありまして、これ出しなかったんですよね。こちらの、まあ、チャンネル名がついてる7センチ四方のですねステッカー、僕もパソコンに貼ってるんですけど、こちらもですね、ぜひよろしくお願いします。まあチャンネル登録されてる方とかですね、好きでいてくれてる方、ぜひパソコンとかいろんなとこに貼ってください。でまたこちらですね、この服にもついてるロゴ SKK リサーチャーっていうことで、これ S と KK がですね実はですねここに隠されてるんですね。よく見てみてください。これも7センチ四方ですね、パソコンとかいろんなとこに貼ってください。僕も貼ってます。さらにですね、以前下北バナナで1日店長をさせていただいた時に作ったですね、こちら上北バナナステッカーもですね、小焼さんたちの了承を得てまた売り出すことになりましたので、ぜひ見に行ってください。かわいい上北、かわいい小焼さん、かわいい東屋くんがバナナに乗っております。ぜひよろしくお願いします。はい、今日はこんな動画でよかったでしょうか。終わりたいと思います。じゃあね。